毎年大きな期待を背負ってトレーニングに参加する新人選手たち。中でも春夏の甲子園で活躍したスターたちには大きな注目が集まります。しかし高校野球では輝かしい成績を収めた選手でも NPB で活躍できるのは一握りだけ。ドラフト会議で指名される選手たちは当然プロのスカウトの目から見ても十分に才能があると判断された選手が多いはずです。なぜ彼らの多くが成功できないのでしょうか。今回は甲子園のスターがプロで輝けない理由について掘り下げて紹介していきます。忘れられない成功体験。甲子園という大きな舞台で脚光を浴びることは選手自身にとって素晴らしい成功体験です。だからといって日本球界の最高峰である NPB でも同じように活躍できるほど甘くはありません。秋田金足農業高校時代に夏の甲子園に出場し、強豪校を次々に破る活躍を見せた吉田輝星投手。ドラフト1位で入団した日本ハムから昨年オフにオリックスへトレードされました。入団当初、吉田投手は球団からは将来のエース候補と嘱望され、ファンからも人気を集めたのです。4年目となる22年には51試合に登板。そのうち中継ぎとして登場した47試合では、防御率 3.31 という安定した投球を見せていました。ところが、本人は先発への夢が捨てられず、フォーム改造などに挑戦。再起をかけて挑んだ昨年の結果は、わずか3試合の登板で、防御率は 9.00 でした。あるスポーツ紙のデスクは、吉田投手について、短いイニングだったら球の勢いで抑え込めますが、先発だと抑える引き出しが少ないので厳しい、とコメント。先発挑戦は失敗だったと指摘しています。NPB のコーチも経験したある指導者は、プロでの起用法の違いにも言及。高校ではエースやスラッガーで鳴らした選手も、プロでは全員が先発、クリーンアップを打てるわけではない、と述べました。さらに、プロの世界で生きる道を考えたとき、自分の強みを考えてどうシフトチェンジするか、と述べ、正しく自己分析できる選手かどうかが、プロで生き残るポイントだとしています。阪神の岡田彰布監督は、高卒での入団の場合、ファームで磨いて鍛え上げたら大きく伸びそうな素材型の選手がええんよ、と言及。全体的に荒削りでも抜きんでた素質がある選手が良いと語っています。高校時代の成功体験というプライドを捨て、プロの世界で通用する武器は何か、自分を冷静に見つめる目を持つこと、それがプロで通用するための鍵だと言えるでしょう。自らを見極める力。大きな期待を背負って入団する新人選手たち。コーチ陣も一挙手一投足に注目し、細かく指導に当たります。ですが、指導によって自分自身のスタイルを見失い、結果を出せなくなる選手も少なくありません。大阪桐蔭高校の最強世代と形容された根尾昂選手も、そうした傾向にあると言えるでしょう。根尾選手は、高校2年春、3年春夏に甲子園で全国制覇を達成した際、投打の二刀流として大活躍しました。2018年、中日にドラフト1位で入団しましたが、その後は苦しい時期が続いています。入団当初は遊撃手への専念を決断しましたが、結果を残すことができず、再び二刀流に。さらに22年には投手に転向しています。当初、中日の育成方針に一貫性が見られないと、球団の育成方針への疑問の声も上がりました。しかし、地元メディアでは異なる意見も出ています。それは、コーチから打撃フォームの指導を受けても、自分でコロコロと変えてしまうため、結果として打撃の核の部分がつかめなかったということ。コーチのアドバイスを聞きつつも、すぐに結果が出ないと、自分の中に迷いが生まれるのも仕方ないことかもしれません。結局何も身につかず、実力を発揮できないという悪循環に陥ってしまったのです。高卒で入団する若い選手たちはいくら甲子園で活躍していたとはいえ、周りにいるコーチや先輩たちは力のある一流選手ばかりです。一つの方法を教わったとしても、他の先輩を真似るなど、いろいろ試してみたくなるのは当然でしょう。とはいえ、どのアドバイスが自分に合っているのかを判断できる能力が必要です。あれもこれもと試したにもかかわらず、どれも中途半端に終わってしまっては、プロの世界で通用するのは難しいかもしれませんね。課題克服への姿勢。横浜で二軍監督を務めた日野茂氏は、プロで成功する選手の特徴について次のように語りました。それは、
自分にはプロとして何が足りないのかをいち早く察知し、練習で足りないものを補おうとする積極的な姿勢です。例えば、イチロー選手は肉体的にパワーをつける必要があるという信念から、どんなに夜遅くなってもウェイトトレーニングは欠かさなかったといいます。監督の指導に従っていればよかった高校時代とは違って、プロ選手は自分でメニューを組んで練習するものです。自由にされたと勘違いして、調整程度の練習にしてしまうか、不足する部分を補うために必死で練習に取り組むのか。プロで活躍できるかどうかは、自分自身の課題を明確にして克服するためにどこまで真剣に努力できるか、これがポイントだと言えるでしょう。練習という点から見れば、体をどうケアしていくかという視点も重要です。トルネードサイドと言われる独特のフォームで、愛媛川之江高校時代から注目された右腕の鎌倉健投手。2002年、日本ハムにドラフト3位で入団しました。3年目には先発で7勝を挙げる活躍を見せるなど、順調な成長ぶりのように思われたのです。しかしその後、右肘を痛め、手術を受けたものの完治には至らず、2007年、戦力外に。鎌倉氏は当時こう振り返りました。明らかにケアを怠っていました。手術前も、きっと手術後も甘えがあったんだと思います。さらに当時チームメイトだった小笠原道博選手について、鎌倉氏は次のように語っています。小笠原さんなんてアップに2、3時間かける。そして誰よりも遅くまで残って入念に体のケアを施す。だから大きな怪我なく毎年結果を残せるんですよね。技術と肉体、いずれのケアもできてこそプロで活躍できるというわけです。強靭な精神力。宮崎高鍋高校で98年春の甲子園ベスト8入りに貢献し、ドラフト3位で広島入りした矢野修平投手は次のように語っています。与えられた機会にことごとく結果を残せなかった。練習は人一倍やったつもりですが、プロはそれだけではダメなんです。結果を出すべきところで実力を発揮する力が必要だった。矢野投手は結局ほとんど結果を残せないまま2004年オフに現役を引退しました。いかに努力を重ね力をつけたとしても、チャンスを与えられた際に結果を出せるかどうかという一発勝負の世界。一流選手だけが集まるプロの中で自分の存在価値を生み出すためには強い精神力も求められるでしょう。99年のドラフト1位で PL 学園から横浜入りした田中和則選手も実力を発揮できなかった選手と言われています。当時の田中選手について横浜の2軍監督だった日野氏は、もったいなかったという印象を語りました。当時、田中選手のポジションであるセンターには、春俊夫選手がいたために、ポジションを奪えなかったのです。二人の違いについて、日野氏は、春はハングリーで目をギラギラさせていました。田中選手はもっとなりふり構わずやってもよかったのではないか、と指摘。日野氏が、足も速かったし、捕球の技術も申し分なかった、と評価する田中選手。プロ1年目から1軍に出場し、2年目にはレフトの守備やダイソー要員ながら1軍に定着するかのように思えました。2人の能力に大きな開きがあったわけではなく、勝利に向かって突進していく熱血感に首脳陣が使いたいと思うのは自然なことだったのかもしれません。田中選手はポジションを奪えないまま、2005年からは2軍に甘んじ、翌年には戦力外通告を受けてしまったのです。10代という若さで厳しい NPB の世界に一人で立ち向かっていくには、計り知れない強靭な精神力が必要なのかもしれません。今年も甲子園のスターが挑戦。ここまで甲子園のスターがプロで通用しない理由について、様々な角度から探ってみました。阪神の岡田監督は以前このように語っています。高校生レベルでは通用しても、プロでもそのまま勝負できる選手は一握り。本間門の超高校生級選手なんて数年に一人出てくるレベルやろ。また、MLB でも活躍した藤川球児氏は、先日の NPB 新人研修会で、選手たち全員が活躍することはできないですから、しっかり自分の地盤固めに取り組んでください、と自身の体験を通しながら努力の大切さを訴えました。どんなに甲子園で才能を見せた選手であっても、結局はプロ入り後に真剣に努力していかなければ淘汰される。それだけ厳しい世界であることが新人選手たちも身にしめて理解できたはずです。先ほど紹介した吉田投手、根尾投手は今シーズンが正念場と言われています。プロの世界で輝きを放てるかどうか、
ぜひともチャンスをものにしてほしいですね。ここで再び藤川氏の言葉を紹介しましょう。誰よりも自分が長く活躍すると、そう思い続けることが最後諦めない姿勢になる。グラウンドに出たら誰よりもやらなきゃ勝てない世界。今年もソフトバンクに1位で入団した大阪桐蔭高校前田悠伍投手や、阪神に3位入団の仙台育英高校山田修也選手など甲子園で活躍した選手たちがプロの世界に挑戦します。一人でも多くの新人選手が最後まで諦めずに厳しい世界の中で長く活躍できるよう熱い声援を送りましょう。